道徳教育とは、道徳的な心情を育て、判断力、実践意欲を持たせるなど、道徳性を養う教育のことを日本では主に言う。2016年現在、日本の学校で行われる道徳教育については、学習指導要領に規定されており、道徳教育は、学校の教育活動全体を通じて行うもので、あると示されている。つまり、国語化や、 社会科といった教科の授業や特別活動といった教科外活動においても道徳教育が行われるものとして位置づけられている。これは道徳とは本来誰からも評価がなされない場合であっても当然のこととして行われなければならないものであることが一つの根拠となっている。すなわち学校において行われるすべての活動は一つの例外もなく当然のこととして 道徳的であることが求められると同時に、学校外における活動についても、本来すべての活動はすべからく道徳的であるべきことが求められる。そして、道徳的であることが、結局は評価に値することともなる。これまでは、小学校、中学校、中等教育学校の全期課程の領域の一つとして、道徳の時間があったが、2015年3月27日の、 学習指導要領の一部改正により、特別の教科道徳として新たに位置づけた。小学校では2015年度から2017年度の移行措置を経て、2018年度から完全実施され、中学校では2015年度から2018年度の移行措置を経て、2019年度から完全実施された。文部科学省は全国で作成されている資料や教材、 実践事例を収集、整理し、一元的に発信する道徳教育アーカイブを設置した。改定点具体的な改正のポイントは以下の通りである。キリスト教系や仏教系などの伝統宗教系の私立学校や新宗教系の私立学校では宗教の時間に代替して行われているケースが多い。欧米にはこういう時間がなく宗教教育などで代替されている。 イギリスでは宗教の時間とともにプッシュの時間が道徳教育と講義の社会的スキルの学習を担当している。県立高等学校で道徳の授業がある例は少なく茨城県と埼玉県のみである。2013年度からは千葉県でも導入される。小学校から中学校を通じて身につけるべき4つの柱に基づく内容項目が 学習指導要領で挙げられている。学校生活において場に応じた評価を下すことによって直接的に関わっていない児童生徒の成長を促すことになる。例としてはなどの好ましい言動を朝礼や学級会で紹介し、称賛する。また、逆になどの好ましくない言動を悟すといった行動を通じて道徳心を身につけさせる。また、 教科教育との連動が図られる傾向があり、生活や総合的な学習の時間、社会科見学、屋外での理科教室後の感謝状作成がこれに該当する。特別活動や総合的な学習の時間における平和教育、人権教育、環境教育、歯と口の健康習慣や給食習慣、交通安全習慣等の取り組みの中でも、 道徳心の成長を促すことができる。道徳では指導内容を単元とは呼ばず題材と呼び、それを指導する教材も資料と呼び、正式には教材とは呼称しない。資料は教師の創育風によって提供される。文部科学召喚集の私たちの道徳が最もよく活用されている。他にも NHK 教育テレビラジオ第2放送が提供する教育番組、教育委員会の編纂資料、各種教材、教科書出版社が作成した道徳資料集から主社選択するケースが多い。絵本の読み聞かせも比較的よく行われる。学校事務職員や学校用務員など、教員以外の学校職員との連携もある。文部科学省監修の私たちの道徳は、 従来の心のノートを全面改定したもので2014年度から配布されている。2016年度配布分からは学習指導要領が改正された特別の教科道徳から追加した内容項目の教材も追加された。特別の教科道徳になるに伴い私たちの道徳に代わり小学校では2018年度から中学校では2019年度から 検定教科書が導入される。文部科学省は富士テレビとタイアップし2014年7月14日からスタートした月給ドラマヒーローを道徳教育番組として位置づけた。ジャカストによればネットユーザーは賛否両論を示しているという。第二次世界大戦前には終身が筆頭教科に位置付けられていた。戦後 GHQ は国史。 ちりと並んで終身を軍国主義教育とみなし授業を停止する覚書を出した。1951年2月8日文部省は道徳化を特設しない道徳教育振興方策を発表し4月26日手引き書き要項創設小学校編5月29日中学校編高校編を配布。1958年逆コースの流れの中で。 理性ある社会人を育てる道徳として復活した。エミール・デュル・ケームは、フランス第三共和世紀に世俗教育の進展に伴い、道徳教育の根拠を神から社会に置き換える必要性からこの著作を表した。デュル・ケームによれば、道徳は命令の体系ではなく、禁止の体系である。また、個人が制定過程に関与するものではなく、 社会から外部的に与えられるものである。さらに、道徳には、強制により実現される義務と、それを遵守すれば、社会から果実を得られる前途があるとした。デュルケームによれば、子供の心理特性には、習慣に固執する、暗示にかかりやすい、といったものがある。子供は、一旦獲得した習慣を容易に放棄しないが、暗示によって、新しい習慣を獲得したならば、 今度はその新しい習慣に固執し、生活習慣の形成にも役立つという。このような道徳教育は学童期が最適であるとした。子供が最初に経験する社会集団は家族である。しかし、家族という比較的個人的な範疇の社会集団と地域や国、国際社会というより公共性のあり方が問題となる社会集団とは落差が大きい。 そのために学校という橋渡しが必要になる。また、その中でこのような道徳性を寛容する場が必要となってくる。この意味で現代における道徳教育は現代社会と関わりながら生きる個人としてどうあるべきかという公共性形成が重要となる。ランアリエリーによると MIT と厳しい倫理規定のある プリンストン大学の学生で不正をする割合を調べたらほぼ同じであったが、本当はない倫理規定にサインしてからするとどちらも不正を行わなかったことから、プリンストンの倫理規定の特訓にあまり意味はなく、道徳の特訓を受けなくても、自分の中のモラルを思い出せば変わるという発見をした。道徳教育アーカイブの設置について、文部科学省諸島中等教育局教育課程課。 教育課程第一係。2019年4月11日閲覧。道徳教育、授業、13年度から県立校、1年時に35時間、千葉毎日新聞全面改訂版、心のノートについて文部科学省ホームページ。なぜ道徳教育 X ヒーロー文部科学省ホームページ。キムタク、ヒーローで、道徳教育文科省との異タ体アップに、賛否、ジャカストニュース。 近代日本教育制度資料24、編算委員改編 http コロンスラッシュスラッシュ www6.nhk.or.jp スラッシュ wdoc スラッシュバックナンバースラッシュディテールスラッシュピドイコール16831ありがとうございます。